アヌラーダプラの王朝廃止以来、11世紀から13世紀の間、ポロンナルワは中世のスリランカの首都になりました。ポロンナルワは驚くべき芸術的建造物、見事な芸術作品、そして古代都市として全ての必要な特徴から成り立っています。カーリンガマガに従われた朝廷長羅のむごい南インドの侵略の後、国王のシンハラ一族は13世紀首都であるポロンナルワを放棄するしかなく、さらに安全な首都へと移りました。ポロンナルワの町の古代建造物は貯水池パラクラマサムドゥラの東と南東に位置しています。宮殿は城塞内部であるのに対して、聖なる建物ロイヤルパークなどは城塞の外部です。数々の寺院の複合体は古代都市の境界を越えて発見されています。宮殿一体の建物、国王専用であった宗教建物ロイヤルコート、そしてロイヤルプレジャーガーデンは城塞内部にあります。ダラバマリ川の大きなテラスは見事な順序で配置されている数々の芸術遺跡の組み合わせです。その中でもダラバマリ川、ワタダーギア、イメージハウス、ラタマンダパヤ、サットマハル・プラサーダや、そしてガルポタの刻み文字は訪れる者の目を奪います。この仏塔は金の頂点のためランコット・ウェヘラの名を持っています。この建造物はポロンナルワで最も高く広大で完璧な仏塔です。12世紀にキング・パラークラマパフ一世によって建てられたマハビハラは土地の広範囲を占めています。ここにおけるその他の何百もの遺跡はとても稀なものです。ガルウィハラはキング・パラークラマパフ一世によって建てられたスリランカで見られる最も印象的な古代建物に違いない岩を削って作った神社です。これはポットグルウィハーレアです。そこで最も印象的な創造物はパームリーフブックとみなされるものを手に持っている背の高いひげを生やした裸体の男の巨大な岩の彫刻です。ポロンナルワは今もなおスリランカの歴史のもう一つの黄金時代を象徴する中世の都市です。この都市はシンハラ仏教徒とタミルヒンドゥー文化の素晴らしい交わりで熱狂的に、そしてより拡大に美しさを引き立てています。存在する遺跡はスリランカの中世の過去の栄光を証明するものです。多くの観点によりユネスコはポロンナルワを1982年世界遺産の地と指定しました。